イドルクロッケです。深夜です。ユッキー見つけちゃいました。おお、なんだなんだなんだ、あれこの感じは。はい、モデルをしてるシルバーバレットで、はい、またいいアイテム見つけちゃいました。来ちゃいました、来ちゃいましたよ。この企画いいのはさ、有名ブランドではない掘り出し物、みんなと絶対に被らないアイテムを教えてくれるから、俺結構この企画好きなんだよね。じゃあ一体どんなアイテムなのか、それでは早速行ってみましょう。じゃーん、こちらのアイテムです。これはそうです、春といえば何ですか？桜。デニムです。あそっか、春といえばデニムなんだ。デニムです。しかも淡い色多くて、うん、もう春にぴったりのデニムですよ。いやでも分かんないよ、肝心なものはね、着てみないと分かんないから。分かんないし、カラバリちょっと少なくない？そう、これね、そんな多くないじゃん。やっぱ着心地とかもね、着てみなきゃ分からない。って着てた。着てますよね。着てた、びっくり。いやーマジか。このパンツの値段が税込みで4290円です。安い。カラバリも7色展開で、これはブリーチ A、ブリーチ B、オフホワイト、ワンウォッシュで、俺が入ってるのがケミカルで、 K が入ってるのがインディゴで、シアちゃんが入ってるのはブラック。ブラック、この7色展開です。これで4290。うん、すごいね。すごいんです。じゃあまず俺の入ってるケミカルから言いたいんですけど、この色味がすごい好きで、見ないじゃんこういう柄って。うん、だからこれ欲しいなと思って聞いたら、まあ7色展開でっていうのを言われて、この動画にしようと思ったきっかけは、まあこのパンツなんですね。はい、ちょっと古着テイストだよね。そうなんよ、これめちゃくちゃいいよね。これインディゴもね、しっかりステッチが黄色なのも俺お気に入りよ。うん、そう、ステッチ入ってないやつもあるやん。こっちはね、そう、逆にステッチは入ってないけど、やっぱインディゴだとね、入るから多分黄色が入ってなと思う。そう、インディゴはね、ステッチあってほしいのよ俺は。うん、デニムらしさが出るよね。うん、私ブラック。うん、だからなんかブラックって言っても真っ黒ではないですよ。確かに、うん、ブラックの中にも下の白っぽい繊維も見えるから、うん、ブラックって名前ほど重たくはない、うん、その遠くから見て、あ、黒のデニムだなって分かる色合いだよね。ちゃんとデニムの風合いはしっかりとね、うん、出てます。じゃあ後のカラバリも履いていこうか。 OK、 うん、いくよ、せーの、じゃーん、はい、ブリーチの A、 B。 なんかさ、急になんか画面が明るくなったよ。なんかサザンが流れてきよるわ。だから好きだと言ってて、知りなってそうして笑って、もう一度カラシとさブリーチ A 合ってるよね。いや、それはそれですごいいいよ。シャンちゃんブリーチ B で、これブリーチ B だね。 A と B、 若干 B の方が色がまだ残ってるって感じかな。髪の毛で例えるとブリーチ1回とブリーチ2回だ。ああ、そうだかもね。白もあるからさ、3回だ。3回だね。じゃあ後の2色見せちゃおうか。俺も他の色着たいよ。飛んでみたらもしかしたら着替えられるかもしれないから。そうだもん。うん、じゃあ行こうか、せーの、ウェー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 。カラー展開的に K はお休みのターンなんだ。そう、真ん中に一番あの普通のやつがあったのが分かりやすいというかさ、まあ一気に俺トレンドっぽくなったよね。白パンツになって、白パンツだもんね、ホワイトね。そう、インナーで白で統一して、こう外しのカラーね、こういうカラーを入れると今年の春もう主役間違いなしですよ。肩で風切っちゃうやつだね。やめな。俺ね、ホワイトの色味すげえいいなって思うの。クリームっぽいよね。そう、白のロッティとさ比べてみても白すぎないというかね、うん、白なんだけどこう綺麗すぎてない感じ、うん、程よいカジュアル感が本当にこれ合わせやすいと思う。ワンウォッシュね。ワンウォッシュですよ。一回洗ったぐらいね。なんかこれさ、普通にちょっと古着っぽい感じでもいいし、色合い的にはさ、うん、ちょっとなんか韓国系のアイテムでも合わせやすいかもしれない、うん、これ。そうだね、いきなりダイナマイト踊り出すかもね。それ違う。でもそれぐらい動きやすいけどね。それぐらい動きやすい。本当に柔らかくて履きやすいと思う。これ本当に5000円切るんだね。うん、これはね本当に履いておすすめしたいと思ったから、もう動画にさせてくださいと面クル土下座して頼む。土下座したの？土下座したっけ。はい、というわけで今日はシルバーバレットのおすすめのデニムパンツを紹介しました。いかがだったでしょう。
デニム迷ってる人とか新しいカラーのデニムが欲しい人とかはもうこんだけ空張りもあるし安いからもうぜひ挑戦してみてほしいです。はい、まあ、このアイテムの空張りの中でどれが買うか迷っちゃう人もいるかもしれませんが好きなデニムの色あったらぜひコメント欄の方まで書き込んでください。はい、ファッションが楽しくなるデニムを今日はね紹介しました。このチャンネルではトレンドやおすすめアイテムなどを紹介していきますのでチャンネル登録・高評価の方よろしくお願いします。お願いします。僕たちの SNS 概要欄の方に貼ってライブのセッションをフォローお願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ガチャ、デニムの海に溺れ腐れ。